海事、哨戒機司令官、韓国軍艦の火器完成レーダー照射は間違いない。海上自衛隊第三航空隊司令の藤沢豊一佐が韓国海軍によるレーダー照射事件に関し、毎日新聞のインタビューに次のように答えました。レーダー波の特性は全て解析できている。火器完成レーダーの照射に間違いはない。危険な行為はなかった。 管制レーダーの照射は不可抗力であってもロックオン状態次は実際の火器が発射される可能性があり驚いた乗員が冷静に対応してくれたが安全が気になった P1 哨戒機の各種センサーで必要な情報は取れている日本周辺海域を365日監視しており他国の艦艇を発見したら近くまで飛行して確認している 関係規則にのっとってて十分な高度とと距離を取っている過去にも同じようにアプローチをしたが問題は起こっていないとなっておりましてこの韓国軍艦による火器管制レーダー照射事件についていまだに韓国政府は事実関係を認めず謝罪もせず再発防止策も取っておりません。 日本政府にはこの下記完成レーダー照射事件についても、韓国政府に対して、韓国が対応を取るまで、対応を要求し続けるようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました